え、広っ。ありました。あ、びっくりした。やめてよ、そんな。勘違いしちゃった。あなたが見張り。いえ、なんでもないわ。あなたは誰？何がしたいの？アウトサイドに行きたいんだよ。待って、ということはゾッさんについに誰か送るって決めたの？あなたは今からここの新入社員よ。ちょっと小さいけれどね。イエーイ、下水道を使ってきたの。すごい有能社員だ。アントビレッジを出てからずっとアウトサイドへ行ける道を探していたの。でも見張り兵がいつも監視してて。でも今は有能なあなたがここにいる。こっちに来て。お、くぐって行けちゃうのかね。見張りを負けるのか、こんな小さい私なら。うわー、なんか何これ。この古い地下鉄を使って何かできないか考えているの。発射用のキーも持ってるのよ。あとはアトミックバッテリーで充電するだけ。 NECO コーポレーション、なんだそれ。猫やん。猫コーポレーションの内部にある工場にするバッテリーがあるわ。スロイベコーマのをサポートしてくれる仲間もいる。名前までは知らない。ブライトジャケットを着て、ゴールドチェーン。はいはい、このメッセージを届けて。オーマイガー、全然何が書いてるか。あなたみたいに小さくて機敏だったら工場の中に簡単に入れるわ。最後に困ったら周囲のロボットに話しかけて。この街は情報で溢れているから、見張り兵には近づかないで。了解。なんだっけ、何ね、金色。ちょっともう一回お話を聞かせてくれませんか。アトミックバッテリーを見つけた。あ、これだ。これ、彼は爆撃機用上位みたいなジャケット着てゴールドチェーン。爆撃機乗員みたいなジャケットって何ですか。さっき何色か言ってたじゃん。赤って言ってた。はいはい、もうそれを探さないとお話はしてはくれない。あなたの頭おかしいです頭の、あなたの頭おかしいです。モッドさんめっちゃおもろいやん。あなたの頭はおかしいです。迷子なんだよな。あいつはここのスペースにいるのかな。金色のネックレスをつけてる人でしょ。金色、なんかさ、これなんでいっぱい入れんの。なんか隠れるのかな、音で。あれ、下って、あ、ここか。ん？あれ？下への階段。え、暗っ、怖っ。ああ、こんなとこ、暗いとこマジで暗くて怖いんだけど、普通に。うわ、まだこれ。なんかな、この、怪しい。金色のネックレス。お、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 ジャケット着てる。でも金色のネックレスはしてない。マスター、ヘイヘイヘイ。はい、それではベルは鳴らせない。ごめんな、知らないってことだ。全然知らないってことだ。爆撃機乗員みたいな。ジャンプに金ネックレス。あんた知らない？あ、こいつが見張りか。監視カメラに手を振るのはロボットでもある。確かに振ってたね、さっきに。厳しい何？商品が補充されるまでは店内に入らないでください。この二人がいかに使えないかのしばらく時間がかかりそうな。
これなんかベルは鳴らせないしか言わなくない。誰？ストッパーみたいな。バーディー？あー。なんかちょっと呼んでくれてあげよう。監視カメラって確かになんか手振っちゃうかな。こいつじゃない？あ、違う。あんた知ってる？え、クラブに近くにいた。クラブの近く。あと酔いつぶれ。ストッパーみたいな。あ、こいつじゃない。ストッパーみたいなやつ。こいつ？なんか出せない。え、いのみ。酔いつぶれてないの？あ、酔いつぶれてる。いた、酔っ払い。あ、酔っ払い。あ、ジャンプで乗れる？え？今スペースって出たくない？あれ？違う違う。あれ？うわ、ダメだ、こいつ起きねえ。あ、起きねえ。寝てる。あ、キューキュー、起きろ。おい。え、死んじゃうよ、そんな。起きた。酔っ払いの顔だ。ほら、ポツポツしてる、なんか。赤にポツポツ。これ酔っ払いの顔です。新しい、初めて見ました。なんか報酬もらえないかな。酔っ払いおいで。もう来るよ。お、これに入っとけば中に運ばれる的な。え、これ何なんだろう、さっきから。そういうわけではない。おほおほ。かわちいい。かわちいいね。やっぱこれに入っとけばいいんじゃない。猫。え、これ猫コンポレーションみたいな。あ、これに運ばれたアウトサイドに出れるんじゃない？後で。なんかこれめっちゃ使えそうだもん。ほら、運んでくれてる。そういうことなんだろうな。後で使えそうだね、これ。でも何かができるってわけではないのか。なんか取れない。なんか、え、なんもない。9。あ、出入りできるようになったのか。え、なに？あ、ガリガリか。あ、なんかもらえるわけではない。あとで何かできるでしょう。で、クラブの近くに探してる人がいるんだよね。あれ？これじゃな。クラブには行ってくれないんでしょ？どうせ。うせろ。ワイロなんかいらねえ。ワイロじゃない。あ、こいつ？あ、違う。知ってる？いつも行く気が。あ、充電ないわ。え、こいつ怒ってるけど、こいつ充電ない。このクレーマーかわいそう。なんかクレーマーなのにクレーマーとしての役を果たしてない。夢を集めて下の階に運ぶ。うちの胸に浅い。あ、彼は昔のコンプレーションで働いてても、私からすれば怪しいやつだったが、どこに行ったかまでは知らないよ。え？知らないの？でも、クラブ周りにいるはず。え？いやー、関係ないのか。あれ？どこにいるの？裏、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 交流しよう。
下の町に行ったことがあるのかい？あそこには友達のフィーフィーがいる。しばらく会ってないの。あんたは？違うね。あんた知ってんの？俺に宝だけだとしても俺にとって唯一の曲なんだ。怖がらせないでくれ。すいません。怖がらせてるつもりはないんだよ。急になんかすごいのんきじゃん。ベルは鳴らせないみたいな。さっきどこで聞いたっけ？ここだっけ？なんかこれ、誰かこいつかな？知ってたもんね。あ、ほら、クラブに近くにいたと思う。クラブの近くにいたと思う。でも今朝でしょ？ここは、ちょ、さっき言った。クラブの近くの人は結構話しかけた気がするけど。あ、こっち行ったな。あんた知ってるんだ。あ、工場の近く、こそこそ歩き回ってるよ。工場の近く？工場。こっち？わあ、ここ通れなそう。あ、通れる。あ、こいつじゃない？こいつっぽい。あ、違う。小さなモフモフは入れない。なんかこれベルを鳴らせないみたいな。クラブ行ってみたい。いや、クラブ怖くない？怖くて入ったことないよ。あ、こいつよ。いた。金ネックレス。めっちゃ金ネックレス。なんかオシャ。お前アウトサイじゃなくて、俺の仲間の試合か？アトミックバッテリーに関して簡単に説明してやる。あざっす。エココンポレーションの工場はそのバッテリーあって、おー、読めない感じがもう。だからそこは立ち入り禁止で厳しく監視されている。入るものをすぐチェックがされ、従業員じゃないやつを追い出される。だからこれに入りたいんだよ。ジャケットとヘルメットを持ってくれば、ここに入って運んであげれちゃうって話なのか。どこで、そんなのゲットするんですか？セキュリティ上重要なんだ。そういうこと？だから服屋にさっき入らされたのか。服装いかついのに顔がかわいい。確かに服装結構おしゃ系だって。で、こいつもなんかと交換言い始めんだよ、どうせ。俺は音楽を一日中大音量で聴いてる若いチンピラどもの仲間かい？誰にも触るな、音も立てるな、名誉を求めるな。すごいじゃん。でもなんかをね、あげたら多分洋服と交換してくれちゃったりしそうなんだよな。でも何を求めてんの、こいつは。なんか物々交換系。おお、なんか言ってる。試着してます。なんか物々交換系な気がする。でも服屋じゃない。なんだ、お前が喋らない。ここから入るとやっぱ売れるんだ。はい、すみません。わかんないの。洋服、あの赤い洋服を持ってかないといけないんでしょ？怪しい、こいつ、あからさまに。従業員ジャケットとヘルメット。
従業員ジャケットとヘルメットどうやって？あ、リサイクルや。これのお店なのかもしれません。え、そのお店屋さんにあったかないこのこれでしょう。これヘルメットはあっちのお店で買うってことだよね。何かいいことはないんだけど、これが欲しいって言えない。あ、言える。え、取れんの？え、怒られた。うん、あ、監視されてる。それ盗んじゃダメ。なんかして盗むのかな。なんか音立てたりして。なんだ、何も持ってないんだよな。どうしたらあいつをこっちに。え、盗むしかないの？買うってないの？買いたいんだけど。別に買いたいです。え、お店にあるんだって。ここにこれです。これダメダメ、盗んじゃダメ。いや、盗みたくないんだけど、どうやって買うんですか。でも従業員の帽子、ジャケットとヘルメットって言ってたよね。あ、こわんちゃん、あ、おるわ。あ、盗んだ。え、それは盗めちゃう。やっぱあいつが邪魔なんじゃね。こいつをどうにかしてどっかにやったら盗めんのかね。どうなんだね。なんだ、全然誰も見えない気もしない。なんかするのか、こっちでも。おお、え、そんなとこ登れたの。ここは何？後で逃げるよ。何これ？とりあえずヘルメット渡す。あれ？ここどこ？ここは？入らないの？入らないね。どうやってジャケット盗むんだろう？でも帽子取れたし、なんかタスクみたいなのさっきみたいにあればできるんだけど、一旦ヘルメあげる。ジャケットもよろしくな。そんな。まるで言わないでよ。ジャケットは盗めない。盗んじゃダメ。どうすればいいんだ。え？わかんない。急にわかんない。金に盗んだりできないの？逆に。逆に。え？何？外から盗めないの？いや、無理やね。オーナーが気難しい人。なんかさ、ヒントなさすぎじゃない？ダメダメしか言わないし。盗んじゃダメしか言われない。あ、こいつあれか。え、何？謎。あ、そう、なんか普通に取れちゃうの。取り方がダメで積んでる。そんなことない。でもアイテム見せるがあるから何かと交換できるのかな。ヒントってないの？ヒント。どこにも。これもちょっと教えてよ。なんか乗れるとこいっぱいあるけど何でもないんだよ。あんた、ここで遊んじゃダメだよ。そうだよね。2、3年
もはやこいつから奪えないわけ。